渡辺博氏は日本のテレビプロデューサー、日本テレビの元プロデューサー、日本テレビホールディングス及び日本テレビの取締役常務執行役員、取締役専務執行役員、専務取締役、日テレアックスオン代表取締役会長、マッドハウス取締役、日本テレビ HD 顧問を歴任した、福島県出身。妻は元日本テレビプロデューサーで、 大平正義の孫娘である渡辺美智子。東京大学法学部卒業後、1976年に日本テレビ入社。同期に小杉義信、高田正春、柏木昇など。1980年代後半から日本テレビで立ち上がったクイズプロジェクトのチーフとして、日本テレビの編成をクイズを軸にしたバラエティ路線へリニューアルさせ、クイズ世界は、 商売商売。マジカルズのパワー。をプロデューサーとして立ち上げるなど、バラエティ番組を担当した。2005年2月、編成局長に就任。2005年2月15日放送のカミングダウトでの窃盗告白事件では、編成局長として、チーフプロデューサーの吉川と共に処分を受けた。2006年1月、社内に復活した制作局長に移動。 2008年6月、執行役員報道局長に昇進した。2011年7月1日付で人事局長に移動した。公認の報道局長は小林博隆。2012年6月1日付で人事局長を桜田和之に引き継ぎ、同年6月28日付で取締役常務執行役員に昇進。2013年6月27日付で、 小杉とともに、取締役専務執行役員に昇進。2014年6月、日本テレビ取締役現職のまま、日テレアックスオン代表取締役会長就任。2016年6月29日付で、日本テレビ HD 専務取締役及び日本テレビ取締役専務執行役員を退任し、日本テレビ HD 顧問となった。 2017年6月29日付で、日テレアックスオン代表取締役会長及び日本テレビ HD 顧問を退任した。ありがとうございます。